兄貴、準備はもうええんで。I'm ready。ああ、行こう。ヘイ！兄貴、岩見の造船所言うたら、ぶち広い敷地やけ。さっき解いた暗号の指す場所が間違うとったら、もうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなければ始まらねえ。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所は、わしも何度か入ったことありますけど、どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中、ナビしますわ。OK。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで。結局、尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな。ローも秘密の内容は知らなかった。オッケー、なろい。出てきよったで、兄貴。あんなら、また本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まったろ。来るで。行くぞ！ここにヒートボタンを押してさ。やったるわ、ザマミ。踊れやなんぞ、わしの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。いや。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきてつかさい。オッケー。బాలే ఉంది అసలు ఈ మ్యూజిక్. ఏయ్ వీడికి హెల్త్ తక్కువే ఉంది. ఓ ఎక్కడరా? Okay. Okay, in which color? Oh, oh, here too. Hey, in which rasta?ハハ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 ハ
Ooh, okay.
いるわ、いっぱいいる。おお、なんで ఓ అయిపోయారా భలే తన్నం ఎగిరెగిరే ఓ ఓకే ఏం పర్లే ఇలాంటి బోల్డ్ అని జంప్స్ చేసాం మనం ఆగండ్రా అయిపోయావురా అయిపోయారా このエレベーターを使いましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃ。急ぎましょう。遠慮すんな。片っ端からぶちのぶしたれ。パダンドラ。ホディアもバレゴットだぜ。兄貴たち、先を急ぎましょう。Okay.ここで行き止まりか。あ、でげだ。くそ、通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。うん。ウェイ、リッチャリ、ディンとこったら。あ、ディ。
You're crazy. Oh, what's that, right? 次から次と。兄貴たち、早く来てください。兄貴たちは先行っててください。こいつらはわしが足止めしときますけ。松永、お前。大丈夫です。全員ぶちのめしたら、すぐに追いつきますけ。ここは松永の兄貴に任せて先を急ぎましょう。分かった、分かった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ、こいつをつけてつかさい。しばらく歩きますけ、ついてきてつかさい。あたら。あいぺ。で、グンドパグレになるけ。おいだ。なんで？え？なんか聞こえねえか？やばらん？おう、オッケー。わーぼい。はい、ペーラ。Bro, Mali lechad. You didn't stay. Nanda to. Oh, taishita monja. Washira mo zuibun namerareta monja no. Aniki, koko wa washi ni makasete tsukasai. Aniki wa Tagashira to saki e. Wakatta. Wakatta.おい悪い、本家の差し金かなんか知らんがの、広瀬一家の頭なめとったらいけんど。わしの玉は取れたけ、もっと死ぬ気でかかってこんかい。しゃー、これを登るか。ええ、頭が時間を稼いでる間に早く。OK。 封鎖された造船所のドックみたいです。暗号の場所はこの奥です。急ぎましょう。パダパダ。あで。おお、見返すなら、あいつら待ち構えとったか。
どうしても秘密をバラされたくないようだな。いいぜ、止められるもんなら止めてみろ。うん、俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつを I will show you。 お前らに見せてやる。ഗുണ്ട് പകലിന്ന മന്തി ചച്ചട്. ഓ, ദോടാ വീഡിയോ ഡി. ആ, ഓക്കേ ഓക്കേ. അംഗോ ഗാ സസ് തോട്ടവ കൊനോ ഹെൻജേ. അഗോ അദ മൂസുന്നി നനിക ഗാരുൻജേ. ഓ എരൈ സബി ട്വിറ്റർ. ఇంకా వస్తున్నారా? ఓహో, హీరోసే. హీరోసే కదా. ってのはさ、そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだよ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。うん、人の隠してるもんに首突っ込むんじゃないよ。なんでなあ、キリオさん。అది వీళ్ళు కూడా చూశారు. అరే ఓయస్సన్ జా, హంటుని ఓయస్సన్ గా హాయో స్టని ఇకున్ జా. ఓనోమిచి నో హిమిత్సు ఓ మమరు తమేని అంత వా యూతా యా హారుతో సోషితే హారుకా నో కోతో మో డోగు ని త్సుకత్తా నో కా. ఓయ్ తగాషిరా, そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやさん、ほんまにおやさんは尾道の秘密を守っとるんですか？おいじゃけユータを牢と差し違えるように仕向けたんですか？
ほどいてくれ。高志郎があそこへ行っちまう。あんたとのびりやってる暇はねえんだ。うん。その前にあんたは広瀬一家のもんに説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ、どいてくれよ。おりやんま。頼むよ。とびりにたっこまってなる高志郎がんジャンパスタウン。なんで、ヒロセキマネキファイト。俺を倒していくんだな。うお。トーロヒロセ。うん。Bro. Mm-hmm.Bro. Hai, Koro Tata. Nanti. Oh, enter thing. Oh, smoker. Repent the girl.Mm-hmm. My boy. Bro, aga health iskuntan nenu. Oho. Mm-hmm. Bro, too much kodutunnadu, tata. Aipa ra, tata. Aipa ra.అది ఫైనల్ గా అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావు తాత? అసలు ఏంటి స్టోరీ? ఆ సీక్రెట్ ఏంటి? హిరోసెన హోయబ వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చారా? ఏం జరిగిందిరా? పోలీసులే ఏంటి? కాదు, ఇది ఎమర్జెన్సీ అలారం అనుకుంటా. అది
ఓహో, ఈ తగశేరగాడు వెళ్ళాడు కదా, ఆడే ఏదో చేసుంటాడు. ఓహో, ఓ ఏం జరుగుతుంది? ఓహో, ఏంట్రా ఇది? この奥にあったでかいレバーを動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。タガシラ、踊れがこれを。デンジスブラ。おお、オッケー。ウェイ、あは。ゲンタスリディ。ఓహో, ఏదో షిప్లో ఉంది అది. పెద్ద వార్ షిప్లో ఉంది. ఓడిఎం అదే ఊమచ్చది. ఇదా సీక్రెట్. ఎందుకు ఇది సీక్రెట్? పురుషుగాడు ఇల్లీగల్గా చేశాడా ఇది? ఏమో చూడాలి. యామాతో? అరే, సెంకన్ యామాతో జా. బ్యాటిల్ షిప్ అదే. కొరే ఒనోమిచి నో హిమిత్సు. ఓ, వచ్చాడు పెద్ద బాస్. కురుస్ కైచో. あれはヤマトなんかじゃない。それを超える超ヤマト型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。おお、ミリタリーワールドシークレットアンティティ。終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦闇造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。おお、バッケオンライチ。建造当時、戦争で不足する労働力を補うため、私は西洋海を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。西洋海の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために闇造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物？旧日本海軍将校。おお、大道寺稔。大道寺や。オッケー。大道寺稔。まあ、これやるんかだ。ワールサマーにんちゃってちこの今やっぱ大道寺は日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超ヤマト型の建造を進めていてね。言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅。だから戦後占領軍からの武装解除命令の際にも
戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した、大道寺言ったら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃん。おほう、ウィルンコ大道寺やエクセレントワル。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕ともいえる存在となっていた。彼は裏の金で石見造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね、うん、それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった、うん、そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている、うん、政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超大和型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの、うん、そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織だった。なんだと？組織は戦艦建造に関わった石見造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ平島の極道は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、うんうん、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。チャンビセランダね。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。うまち。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして、いくら親の命令だろうが、あんたは一体、うん、別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな、うん、原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺はグレン隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出したさ。石見造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分派だ、okay. 気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でもうん、mm-hmm. やめんで。このガキ、こんなことしてただで済むと思うなよ。なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコウが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。うん、
てめえ。待ちなさい。おお。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。おほビデな殺す。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。来るな。おい、おい、すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。うん。なんだよお前、うちに来い。ラジオアンジェスコナル面倒見てやる。ね、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中とグレンタイナンドを続けても先はないぞ。仲間はどうした。うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。この一件、誰の差し金かと聞いたら、お前がボスで、お前にそそのかされたと、あっさり吐いたぞ。ウィディラマニプレートして、ウィディングウィディキンドジョインジェスコナル。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったら、すぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか。そんな連中とつるんで何ができる。何の意味がある。昨日までの自分を捨てて家へ来い。お前を一人前の男にしてやる。おおほ。そういでんまた。いいヒーローセガルフラッシュバック。俺は陽明連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。うん、兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこい、うん、なんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ親父に。喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。カニビードワードコンナル。それから何年かして
俺は親父に呼びつけられた。うん、ふん。夜中だった。おう。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ。え、あ、はあ、ぼちぼち、なんとか。広瀬、お前にとって私は何だ。え、あ、はい、陽明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それからあ、とにかく器がでかくて金も力もあって、そう、完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。うん、広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが岩見造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。なぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も国も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが、人一人消して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ、うん、一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますからね。おうおう。親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、岩見造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねないその秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。おお。中身も聞かされず生涯をかけて、それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。え？お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい
俺でも。私だ。はあ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。おお、わっだ。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする、警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。おお、オッケー。ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度とキックも起きなかった。でもその秘密を守るため、うん、あんたが何人も殺す。いや、インクチャンプラモデルペテル都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、うん、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。キリュウさん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おお、おやさ、おりやま、なぐも、何をする気じゃ。おやさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。オーディアンマ、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。ダメなんですよ、親父。おう、こいつは、南雲は、おやっさ。そうだ、お前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。
親父、こいつだけは勘弁してやった。What the? Hey! 今更日和よって。おお。おやさん。リーナマ。なかったことがある、うん、かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは、うん、パパン広瀬ちんなことになるけど、なんだと。ヒロセティネージがおんなプロマニプレッシャーもずっとやればわたしは大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや、ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。すげえなあ。あれやま、あれ、俺もさ、尾道の秘密ってのは何なのか、本当言うとずっと知りたかったんだよな。おお、チャチパットなら。ありがとうな、ハンちゃん。親分、南雲。なんじゃ。松永。おやさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。うん。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。シュッ。分かっております。じゃけえおやさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ。ウィルファーダースにウィルジャンペル。兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。おりやんま。だからよ。まあ、まさかおやすさんがわしらの父親を。చాప్టర్ అయిపోయింది. సో అది గైస్, నేను ఇక్కడితో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ పార్టే లాస్ట్ చాప్టర్ అన్నమాట, అది అవగొట్టొద్దాం. తర్వాత గైడెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను.